皆さんこんにちは。私たちはこの度東地域福祉計画の理念を達成するために6つの充実のうち、つながり合える地域づくり、安心と安全のまちづくり、これからの人材を育成する仕組みづくり、生きづらさを抱えない社会づくりの4つのテーマについて、私たちがこのようなことを通して地域社会をどのように変えていきたいのかという成果を意識した映像をそれぞれ作りました。全ての課題を解決することを提案することは難しいですが、これからもこのような目標を増やして、最悪の事態や悲しい思いをされる方が亡くなるような取り組みに全力で取り組んでいきたいと思います。ぜひご覧をいただきたいと思います。